一万古焼き一万古焼きは、陶磁器、焼き物の一つで、波長石を使用して、耐熱性に優れた特徴を持つ。陶器と磁器の間の性質を持つ、半磁器に分類される。三重県四日市市の代表的な地場産業であり、1979年1月12日から、経済産業大臣に指定伝統的工芸品に、指定されている。 その耐熱性の特徴を生かした紫泥の急須や土鍋が有名であり、特に土鍋の国内シェアは約8割を占める。また、豚を片切ったかやり器、かやり豚でも有名である。四日市市内の京北地区と海造地区で一万、古焼が盛んである。四日市市指定無形文化財。一万古焼は、江戸時代中期に、 クワナの合掌ヌナ老産によって生み出され、文人趣味によって発展した焼き物であった。古い一万古が一旦廃絶した後、各地で一万古焼きの再興が試みられた。四日市の一万古焼きも、幕末期に再興されたものの一つで、明治時代に地場産業として定着した。以後、半磁気式の高質陶器など新たな技術を用いた。 新たな商品が開発された。一万古焼は、桑名の合商ぬ波郎さんが、原文年間に、友明軍小向井で創始した。郎さんは、自身の作品自身のブランド名である、一万イ西シの、印をした。郎さんの時代の作品は、現代では古い一万イ西シと呼ばれる。一万古焼は、京焼の技法に習ったもので、茶碗の写し物から始まった。 やがて、華麗な色へと、異国趣味を特徴とするようになった一万古焼は、江戸でも好評を博し、江戸小梅に釜を設け、老産も江戸に移住するに至った。安永6年に老産が没した後も続いたが、後継者がいなくないり一万古焼は一時と絶えた。天保年間、桑名の陶器師、森有節らによって一万古焼が再興された。華麗な粉色どりによる、 大和への絵付けと木型成形法によって製造された斬新な急須は、桑名の名物となり、桑名藩も製造を奨励した。桑名では優雪一万位にしえを模倣、追随する陶芸家も多く現れた。現在、桑名一万古焼は、三重県伝統工芸品となっている。また、老三の弟子のヌナ水木場が、津で安藤焼。 伊沢村の竹川竹斎は伊沢一万いにしえを起こした。四日市一万古焼きは山中中左衛門の尽力によって起こり、くら川や末広に最初の釜が立った。もともとくら川では、ただ福寺の住職、田畑の利政が投稿を招き、文政十二年に、しがらき焼き風の雑器を作る釜を開いた。林村、末永の庄屋であった山中中左衛門は、 改造案用で、焼き物の手ほどきを受け、憧れる優設一万位にシエを研究するため、加盟6年に、自邸内に窯を開いた。明治時代には、山中中在門らによって、洋皿や、コーヒーカップ等の養殖器の研究や地域住民への製作指導、海外輸出も行われるようになった。東道として使っていた、四日市の土は赤土であり、 輸出向けの白地の食器を作ることが困難であったため、日本各地から糖度、陶石を輸入して対応した。昭和に入る頃には、日本国内から一万古焼きの糖度に適した土がなくなってしまったが、1936年に開催された国産振興四日一大博覧会を通して、朝鮮に適した糖度があることが分かり、取引の具体化が始まった。 第二次世界大戦前、生産額の60%は、台米輸出が占めていた。台米輸出が途絶えた戦時期には、大火レンガや、軍事優先で不足した、金属製品の代用品の製造などを行った。1945年6月18日の、四日市空襲で、製造設備の8割と販売業者の施設のほとんどが、消失する、大きな被害を受けた。 戦後、一万古焼きの復興は速やかに進んだ。1959年頃には高熱を加えても割れない糖度の開発に成功し割れない土鍋として国内シェアを伸ばした。輸出の最盛期であった1980年には出荷額が202億円に上ったが、1998年には85億円まで落ち込んだ。 一方国内向けの出荷額はほぼ横ばいを続けている。2016年5月26日から5月27日にかけて開催された第42回先進国首脳会議では1万古焼きの酒が首脳陣の乾杯の際に使用された。四日市市内東栄町には1万個神社が築かれ森や山中の記念碑が建てられている。 また5月第2週の土日には一万古祭りが開かれ、様々な陶器が売られている。一万古焼きの作品は、桑名市博物館のほか、市立のパラミタミュージアム、バンコアーカイブデザインミュージアムなどに所蔵、展示されている。ありがとうございます。